私の可能性を広げてくれた。アスリートカミング、この番組は神奈川ゆかりのアスリートを紹介します。今回の選手はパラリンピック新競技テコンドーの粟渡健太選手です。テコンドーの魅力とはどのようなものなのでしょうか。自分の体を使ってフルコンタクトでこうバチバチやるっていう競技になっていますので、そういう激しいところとか、あとは蹴り技ですね、華麗な蹴り技というところが魅力ある競技です。足を使った韓国発祥の武道テコンドー、出会ったきっかけは何だったのでしょうか。もともと昔からサッカーをやっていて、足を使うことが好きでしたので、いろんなパラスポーツを体験するというところで、テコンドーも体験してみて、非常にこう足を非常に使う競技だったので、一番やってみたいな、興味があった競技で始めました。自分よりもすごい人がいるんだなっていうのを経験できたっていうのは、非常にこうテコンドーと出会って、始めてみてよかったなっていうふうに今思ってます。テコンドーを始めて半年後には大会デビュー。実はその大会、ロンドンで行われた世界選手権大会でした。いきなりの大舞台に緊張はなかったのでしょうか。プレッシャー自体は本当そんななくて、なんだろうな、チャレンジャーっていうか、今、まだ始めたばかりだったので、半年くらいだったので、今自分がどれぐらいできるのかっていう、こう試せる場だったので、非常に緊張というよりかは結構ワクワクしてやってました。粟渡選手の座右の銘は、目標がその日その日を支配する。東京大会への目標とその先の思いを語ってくれました。東京に関してはもう出ることはもちろんなんですけど、そこで必ずメダルを取るというのが今最大の目標です。2020に向かって活躍をして、でそういった障害者が活躍しているところをこう社会全体に広げていって、特に障害を持っている人、特に子どもたちとかに障害があってもできるんだよっていうところをこう発信していきたいっていうのが、夢というか自分にしかできないことだと思っているので、そういった人になりたいな、発信できる人になりたいなっていうふうに思っています。目標に向け日々研鑽する粟渡選手、新競技パラテコンドーでメダル獲得なるか、今から期待に胸が膨らみます。テコンドーは、私の、その可能性を広げてくれた競技だなと思っています。